い、どうもピューキングです。今日もトロールコースター一発マリオやっていきますか。今日のトロールコースターザ・ワーストレベルユールエバー CCC ということで、この方のコース最近したことあるんだけど、めちゃめちゃ面白かったんだよね。で、聞く話によると、この制作者さんマリオメーカー2の全てのギミックを知り尽くしてるっぽいね。だからそんなに面白かったのかと思って。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 そんで今回あんまり見ないユースキンのトロールコースターね、ワクワクが止まんないぜ。で、さらによ、バグも使ってるっぽいんだよね。ユースキンのバグがどんなんが来るか楽しみ。わあ！なんでやったんだクッパ、久しぶりの登場だからってはしゃぎすぎじゃないか。これ隙間からいけないかな。開幕クッパ様、始めた瞬間笑わせんなって。じゃあ右にダッシュしてクッパを避けろっていうことだ。クッパを雑に扱うんだって。じゃあここは恋の通りに行ってみようか。待て待て待て、助からねえのかこれは。あっちだ。今ね、見にくかったと思うんだけど、頭上に砲台が降りてきたんだよな。あの砲台を越えていけっていうことか。そして左上の赤ブロックは開かない。じゃあ下に降りていく。いや、ちょっと壁キックしながら行った方がいいと思ったけど、いやー、初歩的な罠に引っかかってしまったぜ。こんなところに隠しブロックなんてさ。じゃあオンオフをしてキノコが来るのかな。多分そうだと思うから左に逃げておく。絶対下からない。うん、なんかキノコ閉じ込める。うわっ、ナイスキルコ、燃え尽きてなかったんだね。そして次はパワーブロックを持ってこいって書いてない。え、パワーブロックどこにあるんだろうな、これは。何まあいいや、赤い土管の方に行ってみようか。さあこっちに行ってパワーブロックを持って戻ってこいみたいな感じだと思うんだよな。え、何やってんのこのクッパジュニア。あだー、このコースあれだ、画面が切り替わったらすぐに行動しろパターンだ。5分前行動だ。何を言ってるんだ俺め。さあここは右下に行っていいのかい。上にパワーブロックがあるね。ああ、なるほど、このパワーブロックを落として先に進めと。このハテナブロックは強引か。じゃあどっちに落ちてくるんだ、右と左どっちだ。うーん、急に反応できるか。これさ、クルリンでいけないかな。なんかいけそうな気しない。別にパワー持たなくてもいいですよみたいな。だからここでクルリンして右に進む。うん、じゃねえんだよ。なら音符を叩いてすぐ左に行ってパンを回収しようか。この場所だったら回収できるかな。これジャンプしていいのかな。あー、下に降りるなピオキング。この場所で待っておけばいいのさ。そしたらパワーが回収できる。さあ下に落として先に進もうじゃないか。で、ここは壁キックで慎重に下に降りようか。何このつだ、なんか意味があんのかな。特にはない。そんでハテナブロックがあるけど、ハテナブロックを叩いてこのつだのところで待っておくみたいな。なるほどね、パワーが回収できるのかここで。やめてやめて、パワー様。面白いじゃない、パワーが攻撃してくるなんてさ。ならここで待っておこうか。ここだったら絶対パワーが回収できるでしょ。なんで、ここさ、なんでツタがあるのか分かったかもしれん。ハテナブロック叩くじゃん。そしてこのツタに捕まっておく。そしたらしびれ攻撃が回避できて、このパワーを回収しろっていうことなんじゃない。で、このブラパワーを倒して先に進めみたいな。オッケーオッケー。で、このパワーを持って何か来ることは分かってる。慎重に行けピョキング。何もない。じゃあこの音符を叩いて何もしない。そしたら大丈夫。いい加減にしろって。おいさあ、もう今ヒップドロップできたよ。ヒップドロップしたこのパウを壊してみようか。そしたらパウが別に邪魔なんねんだよ。引っ掛けたと思うなよ制作者。さあこっからどうする。なんか戻ってきたね。やべえ、今日全然語彙力がないかもしんない。なんかワとかキャとかしか言えないんだよな。まあいつもないんだけど、さっき起きたばっかりだからかもしれない。という言い訳をしておく。で、今左向いたままだったらパウを回収して進めるっていう感じで、で、こっからどうすればいいかなんだけど、もう一回上に。あ、危ねえ。いや、待って、くっ、どかって、お前どかって、あの土管の方に行きたいんだ。くっ、邪魔なみや。ドアに入る。で、出た瞬間右の土管に入っていこうか。この土管に入っていったらさっきの場所に戻れると思うんだよね。で、こっからどうするかなんだけど、なんか投げろみたいなマーク書いてるじゃん。投げてみる。すげえ。え、なにこのエレベーターみたいなやつ。え、もうちょっと上に行ってほしいな。まあ次はこっちに行けっていうことなんじゃない。で、またパンを持ってこいみたいな。なんだ、何をしてくる。絶対なんかしてきそう。バグがなんか用意してんじゃないの。ちょっと避けていこうか。よし、オッケーオッケーオッケー。で、すぐ逃げようか。え、何もしてこないな俺。あ、あ、はじけるはじけるってなんだ。これほんと面白いよね、エレベーターシステムのやつで。戻ってくるときさ、なんでか下の砲台が右向いてたんだよな。だからこのパンを持って逃げればいいのかな。一旦右逃げとく。あっ
よしよしよし、この隙に行こう。オッケーオッケー。で投げてすぐ上に行けと。で次は3回かな。チェックポイント、待て待て待て、クソ。エレベーターの管理人さん、エレベーターが壊れてしまいました。おろせー。いや、エレベーターの故障って言ったらさ、エレベーターが止まった時にここを押してくださいみたいなボタンがあるじゃん。あれ一見押してみたくない？小学校とかの廊下にある赤いボタンと一緒だね。じゃあここ右押しましょうか。それで中間が取れるだい。よしさあ3回、これ何回まであるんだろうな。10回だ。ビビビビビ。ほらね、土管に入るじゃん。絶対何かしとかないとダメなんだよ、この制作者さんは。追いつかねえって言葉が。もうバベってか、ワード。すいませんね、競馬で人生かけた人の応援みたいな感じになってました。じゃあこれはキノコを取ってって、このバネ持ってっていいのかな。一旦持っていこうか。バネ、君と僕は友達だよ。バネそれはないやろ。バレ、君はもう必要ないのさ。このマリオというゲームから君は必要ないのさ。もう消えてなくなってしまう。この先進むでしょ。そしたらバレがパンを左に投げてくるから、その瞬間に左。オッケー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 。そしてこれを倒せばいいのかな。そんですぐにこのキノコを取ったままヒップドロップしていく。これでいいのか。何？え、合ってる合ってる合ってないね。じゃあもう一個パンを持ってこいってことなんだけど、そのパンがどこにあるかなんだよな。ここでパンを投げることは間違ってない。あ、このクパクラの裏にあるの見えるよ。だからここヒップドロップして左押しっぱ。おっ、マジマジマジ、危ねえ。また音させやがって。じゃあこのパンを投げてこのブラパンを倒す。そうしてクパクラ何かしてくるんだろう。分かってるんだ。何もしてくれないよクパクラ。クパクラ、これさ、右押しっぱしたらクパクラめちゃめちゃ早く進んでくれないかな。まあ、やられるかもしんないんだけど。なんかダッシュしてた方がめちゃめちゃ遅かったね。そうしてオンオフはしていいのかい。したらどうなる。何もしないで先に進めるっていうこともあるんだけど、左のハテナ叩いてみようか。そうしたら裏は取れたよ。え、全然激アツなんだけど。え、このキノコ状態でいい。フラワー状態じゃないといけないですよっていうことはないか。オッケーオッケー。まあ今のところはそんなに難しくなかったね。これで4回かな。多分4回だね。まあ中間ポイントは多分5回か6回ぐらいであるんだろうな。いや、久しぶりのどんぐりじゃん。これはスピンで行くしかない。オッケーオッケー。そして右が行ったらダメだと。いや、どうしよう。右すげえ気になるよな。でも僕はそんなことしない。みんな一つ言い訳させて。あ、いや違うんだって。ムササビマリオ久々に使うからさ、これムササビマリオって普通のスピンでめちゃめちゃ飛ぶんだね。だからスピンしないで飛んで引こう。これで先に滑ると。オッケーオッケー。でどうせチビに乗らなくちゃいけないのか。でドカン素直に入らせてくれのか。僕は下に何かあると見たね。だからそのまま下に行こう。やっちまったー。素直になれピオキング。トロールコースは素直な人こそがスムーズに進めるんだ。進めませんね。いましたか皆さん、バグを使ってきてますよ。あのブロックすり抜けてしまったんですよね。じゃああのブロックを通り越えた後に土管に入っていく。さあエレベーターよ来い。いや、まだか。そろそろ中間ポイントあってもいい頃だと思うんだよな。じゃあクッパクラウン避ける。そして左のパン普通にヒップドロップしていいのかな。乗ってみようか。乗るだけだったら何もない。じゃあヒップドロップして、くたばれ。しゃあ取るだけバッチリ。黙っとけ。ふーん、分かれば簡単じゃないか。左押しっぱすればいいだけなんだ。そしたら先に進めるんだ。そしてこのハテナブロックを叩いていいのかい。サンボさんがいるけど、このサンボさんなんか息アップくれたね。裏に隠してたんだね。ありがとう。そしてこのハテナブロックを叩くとどうなる。あー、まだ何も分かってない。派手なブロックを叩いてすぐ左に逃げればいいのか。そしたらパンが出てきたね。あのパンを取ればいいのか。そしたら先に進めますよみたいな。なんじゃそりゃ。いや面白いね、ほんとこれからのコース。新鮮な罠がめっちゃ多いような気がする。じゃあこのパンブロックを右に投げなきゃいけないっていうことね。そうしてすぐのがやる。危ない。あのサーモ狙ってきやがったよ、また。そしてこっから先はまたパワーブロックを持って戻れっていう感じかな。それでエレベーター上がれますよみたいな。よし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 。そして中間は、僕に中間をくれ。そろそろ中間が欲しい。右を心配しようか。右を心配したらまた中間があるみたいだ。中間はどこだ。早く僕に中間をくれよ。上に行けばいいのか。
右には行けない。上に行ってみようか。そしたら右に中間が見えるな。なんだイモムシその出方は。ネットかぶるでしょう。そしたらすぐ右に行こうか。そしてあの花ちゃんより早く早く早く。なんで今度は怒ってないの。あ、さっき踏んだらいけなかったのか。そしてゴールは取らせてくらんでか普通に。やったよしよしよし。なんかどこ入れなかったんだよな。今度はツタが出てきた。このツタに登ってていいのかな。そしてドアに入っていく。もうそんなに長くないんじゃない。すぐゴールがあるといいんだけど。そしてこの砲台すぐ右に来ると思うよ。警戒しよう。だから壁キックだ。上じゃねえか。砲台が上に行くのか誰が想像するよ。じゃあここは砲台が消えた後に左下の方に行けばいいのか。そして右下のフロアは取る。うわどうしよう。あでも氷になってんのか。だから滑っていく。誰か助けて。ならあのフロア取れないんだろうな。石でも取ってみたくない。だからここで空中クルリンをかましてあのフロア取ってみるわ。一発マリオ名人よ。なめるな。まだまだ俺をなめんじゃねえぞ。あのフラワー取ることができたら高評価お願いします。ここだ。うんま。見た今のめちゃめちゃ上手くなかった。伊達に一発パリをたくさんやってないね。そしてここからどうするかなんだけど、あのカラの甲羅を持ってばいいのか。小じゃないといけんわこれ。でかい状態だったらさ、カラの甲羅のところまで行けないんだよな。行ったとしてもしゃがんでるから蹴って壊してしまうみたいな。だからチビ状態で吐く。そんでパックンを倒してみる。そしてこのオンオフをすればいいのかな。オンオフをしてジャンプ。いやそれは素人のやり方。僕は何もしないよ。よしよし。絶対何かしてくると思ったけど、あの砲台意外と何もしてこなかったね。でシーソーをヒップドロップしてキノコを取る。これほんと取れるのか。シャッサー。ここでパウがもらえるってことはエレベーターに乗ってまた上層部に行けっていうことなんじゃないかな。多分そうだと思うんだけど。そろそろゴールがあってもいいよ。さあエレベーター。いやないな。この土管に戻ればいいのかな。そしたら乗れるっていうことだと思う。オーケーオーケー。さあ6階に行こうか。これ何階まであるんだろうな。10階とかだったら鬼畜じゃないと思ったけど、ドクドクなってる。ゴールが近いよきっと。このハテナは何だ。魚。まさか左の砲台から魚が出てくるとか思わないじゃん。じゃあ上の土管は上の土管は入れない。で上のハテナブロックは魚で何もない。あぶね、ここ隠しブロックあるんじゃない。絶対どっかあるよ。ないね。じゃあ先に進んでいこうか。そしたらえボス。あーこのボスを倒して鍵をゲットして進めてる感じか。オッケーオッケー。まあこんくらい全然余裕だよ。しかもこいつ飛んでこないっぽいね。2回踏んだら飛んでくるみたいな。ラリーだったっけ、レビーだったっけ、イギーだったっけ。もう全部わかんねえ。クッパ7連習ちょっと覚えるの難しいよね。ブンブンだけは馴染みがあるんだよな。さあここ倒して鍵ゲット。あれ鍵ないよ。あれ右も違う、左も違う。どこにあるんだろう。左にちょっと戻ってみようか。そこか。これさめちゃめちゃうまくない。何がうまいかって言ったらさ、これ僕イギー倒して、あ鍵がないってなって左に戻ることを想定してあそこに隠しブロック置いたんでしょ。絶対引っかかると思ってさ、それ本当にすごいと思うんだよな。でリアルボス、次が本当のボスですみたいな。何でもいいさ、かかってこいよ。次は何なんだ。ゴールがあるじゃん。えゴール取っていいの。なんで土管に入っちゃったの。えこれどうするの。あやめろって。もしかして中間ポイント戻しか。中間ポイント戻しだ。いやー、さあ戻ってきたぞ。右を審判か。右を審判すればいいのか。頼む、これさせて。やったいやこれ本当に面白かった。斬新な仕掛けがめちゃめちゃ多かったね。あのエレベーターとか画期的すぎだよね。素敵なコースありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。その心緊張してるねということで、このコースね、どうやらクリボーの被り物は被っちゃいけないコースっぽいんだよね。でもさ通れる場所がほとんどないじゃん。どうやって行くんだろうと思って、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 3.15%。 まあクリア率が 3.15% って意外と高いんだよな。でゴール条件がコインを1枚通ってからゴール。まあ、ゴール条件はいいのよ。このクリボーの被り物をどうやって回避するかなんだけど、裏に雲があるよ。はいはいはい、分かった。じゃあこの雲の上に乗って、次もこの雲の上に乗って、くっそ
クリームをかぶってたらさ、これでんぐり返しができなくってハテナブロックが叩けないんだよね。だからクリームをかぶっちゃダメなのか。いや面白いね、めっちゃ繊細なコースだな。しかし難しいよ。最初は全然いいんだよな、この次が難しいのよ。1個の雲に乗るところ、ここ来た、こっから、はい、あ落ち着け、落ち着くんだピオキング、そんなに難しくないコースだぞ。ここまではいい、こっからジャンプ下に行ってライアット。難しいか難しくないかよくわかんないコースだけど、繊細な操作が嫌な人は難しいコースだろうね。ここで、この次だ、はい、やった。早く早く早くここでめくり返して、よし。いや短かったかもしんないけど、めっちゃ面白いコースだったね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。